200万ちょっとで。200万。そうですね、そういう時代でした。はい、嬉しいね。嬉しいよね、うん、仲間だね。はい、本当ですよね。はい、素晴らしい。今回愛車をご紹介してくださるのは山達さんです。よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。山達さん、これですか。はい、はい、ね、すごいね。 NSX のフルカーボン、ね、これはい、これあのシールなんですけど、はい、カーボン調にしてあります、はい、これは普通の NSX なんですか。そうですね、あのこれ初期型なんですけれど、うん、ライトを変えて後期型にしてある、うん、はい、うんうん、普通の NSX になります。これなんか僕よくわかんないけど本物のカーボンに見えますよね。そうですね、これ、うん、ただもう12年前に貼ったシールで。12年前、はい、かなり、はい、この耐久性もあって、ね、全然なんかね、はい、古さ感じませんね。見た目が NA2 だもん。あ、ね、はい、顔もこれちょっとポイント教えてください。まずあのアルミボディでできていて、はい、かつミッドシップということで慣性モーメントも小さく、うん、あとはリア駆動ということで、まあ、あの本当にハンドリングとあと乗り心地の両立っていうのが実現できている車っていうのが、まあ、この車のキーポイントで、僕はあのこの車はあの手作りの NSX GT という位置づけで、まあ、なるべく自分でできるとこは自分でやりながら作った車になって。例えばどういうの。あ、そうですね、例えばここのオーバーフェンダーとかは自分であの買ってきまして、ちょうど GT 仕様ってこういうウィングが入ってたんですけど、そういうところをあのかっ飛ばしてやったの。はい、はい、自分で、はい、塞いでた、うん、オーバーフェンダーになってるもん、はい、これも何年の買ったのは16年前です、はい、偉いね、はい、こいつは好きですよ俺。いや本当になんかね、一つの一台の車をさ、はい、コツコツ ね、 そうですね、こうなんか作り込んでいく、うん、こういうのってのはここはカーボンしないんですか。そこは私もそう思ったんです。そうですね、ここは、はい、あの目立たないとこかなというので、はい、これからやろうかなって。あ、これからやろう。そうですね、なるほど、ね、自分でやるわけじゃないでしょ。あ、ほとんど自分でやりまして。できるんですか、はい、すごい、まあはい、一部ショップの方にもお願いしてます。これ、はい、あの初期型と後期型の違いって、はい、ライトとあとはどこなんですか。あ、そうですね、やっぱり後期型はエンジンが、3.2リッターのことで、うん、あとはもう6速マニュアル化されていて、うん、まあ、出力とあとはそうですね、まあ、サスペンションスタビライザーとかいろんな、はい、ちょっと違う違いもあるんですけれど、はい、この車はあのさすがに30年前の車なんで、うん、ブレーキとかのスタビとかサスは一応後期型に変えて。変えた、はい、偉いな。いや、パッと見がどっからどう見ても NA2 のタイプ R だよ。はい、うん、そうですよね。そう、いやだからなんかすごくね楽しんでますよね。うん、そうですね、はい、テールレンズも違うしさ、ね、16年前っていくらで買ったんですか。16年前は実は個人売買で200万円ちょっとで、うん、200万、そうですね、そういう時代でした、はい、今1000万以上する今いくら。今そうですね、いいものだと1000万円で、うん、まあ安物だと500、600万なんですかね、はい、そうなんだ、はい、今この値段とんでもなく上がってる。ああ、そうね、いやこれもなんかこのフェンダーがね、うん、すごいことになってますよねこれ。かっこいいよ、でもさりげないオーバーフェンダーでかっこいい、うん、まあ、日本のスーパーカーの走りですよね。そうですね、 NSX っていうのは、うん、はい、土屋さんどうですか実際乗ってみて。あ、僕はもう NA1 2台乗って、うん、で NA2 のタイプ R 乗ってっていうずっと NSX 乗り継いできてるんです。はい、いやね、もう本当すごくいい車、そのジンバ一体ってこういう車だろうなっていう。ジンバ一体、そう、うーん、ボディの剛性もねアルミなんだけど剛性高いし、でね手足のように動く。これってさ、はい、出た時よりもなんか歳月が経つほど良くなってくれる。あ、なるほど、はい、なんか街で見ても、はい、今の方がいいですよね。あ、なるほどなるほど、そうですね、いやかっこいいもん今でも、ね、はいはい、だから出た頃はさ、フェラーリとかいっぱいあるからあれだけど、今はもうこの車しかもう唯一無二の ね、 そうですね、存在ですよね。これあの30年もずっと乗り続けられるっていうのが本当素晴らしい車、うんうん、本当にこういう車をなんか長く乗ってるっていうね、うん、僕はできないタイプだからできないの。できないんですよ僕は。もう 2年に1回特化しちゃうタイプだから。そうですね、そうそうそう下手したら1年に1回変えてますからね。そう、だからこういうふうに長く乗ってる人は尊敬するな。いや好きだから、ね、好きだからもうコツ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 いじっていきたいの、ね、でもこれもう一生もんですよね。そうですね、一生もん、一生もん、はい、もう手放せないですね、はい、ちょっと中も見せてください、はい、12年前ほどに耐久レースで会社に出ようということで、はあ、あのロールバーを入れたんですよ。こんなに、はいはい、ロールバーが入って、はい、
ロールも入れて、はい、これも変えてますか。そうですね、これもサーキット用に、はい、ちょっとだいぶ垂れてますけど、やる気満々じゃないですか。いやこれは手がかかってるよ。かかったですよね。これは足回りもかなり。そうですね、あの、はい、車外製ですけど、はい、はい、さっきのね、はい、さっきの話じゃないですけど、はい、16年前に200万で購入しましたね、はい、それからこの16年でどのぐらいお金をかけてるんですか。おそらく、はい、3、400万ぐらいですね。400万ぐらいかかってる、かかってるよ、これはいいですよね、はい、もうこれ休みの日もうね、たまんないですよね、はい、ただまあ手作りっていうのをちょっと重視してるんで、はい、あまり、はい、お金をかけずにっていうコンセプトだったんですけど。エンジンはやってないんですか。そうですね、はい、もう20万キロになったんですけど、うん、一応消耗品とかベルトとか、うん、そういうところだけ変えて、まあ、あの頑張れば40、50万キロ走るエンジンと聞いてますんで、はい、いや、はい、それがまたいいですね、うん、あのなんかガタというかそういうところないんですか、うん、そうですね、ミッションはやっぱりあのシンクロとかが減ってきたんで、うん、まあ、自分で下ろして変えて、はい、クラッチ交換も自分でやりました。もう最高の趣味ですね。例えば300万、400万、16年にかけてももう全然元取ってますよね。そうですね、はい、もうこれ1台で十分かなっていう。もうここまで他の車ないの。あ、そうですね、途中で、そうですね、増車はしたんですけど、うん、最終的にこれだけ残して、はい、うん、ってここまで手かけてたら手放せない。そうだよね、もう本当子供だよ ね、うん、ね、やっぱね、NSX はオーラが違いますよ ね、うん、ね、これもじゃあ土屋さんが、うん、そうしましょう。ぜひ、はい、よろしくお願いします。乗っていいの。そうですね、このスポーツカーとして生まれた車なので、ぜひ土屋さんに。あ、土屋さんもね、はい、3台も乗り継いでるから。そうです、もう3台、5台。あ、5台、じゃあお願いします。はい、中古車買取ホット車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取ホットで検索。行きます。はい、よろしくお願いします。え、じゃあこれでサーキット走ってるんですか。そうですね、はい。え、サーキットどこ。あ、よく恵比寿東を走ってたんですけど。はい、恵比寿か、はい、最近あの篠井サーキットを走ってます。ハンドル高くなければ 下げる。はい、はい、大丈夫ですか。へー、そうなんだ。じゃあ行きます。はい、お願いします。
トになってない？ああ、ちょっと、はい、アウト気味の設定ですね。ね、そうだよね。はい。ありがとうございました。いやー素晴らしい。いかがでしたか。本当にもうこの車出し切ってもらいました。あ、それは良かったです。車も喜んでいると思います。どうでした？そうですね、うん、土屋さんどこのコーナーでもしっかりあのリアを、まあ、しっかり抑えながら、うん、走られて、自分であのリアをスライドさせながら、うん、コーナーを曲がっていくの。いや、やっぱり久々にね NA1 乗ったけど、うん、俺なんか俺が乗ってたのよりトルクあるなって感じ。あ、そうですか。うん、だからどうぞどうぞ。メンテナンスをしっかりやってんだろうね。うん、愛情はね。まあはい、エンジンは、はい、うん、駅マニとか、うん、はい、マフラーとか、うん、はい、やってるからね。やっております、はい、うん、だから俺が乗ってた頃の 3リッターのエンジンよりは、うん、なんかレスポンスがいい。あ、そう、うん、びっくり、はい、いやいや、いいですよね、こういう車をさ、ずっと長く乗ってくれてるのは。いや、嬉しいね。嬉しいよね、うん、仲間だね。はい、本当ですよね。はい、素晴らしい、ね、これからも大事にしていきます。嬉しい嬉しい。いや、これはいいわ、うん、ああ、売れないわ。いいですか。じゃあなんか最後ちょっと思いを。あ、そうですね、はい、まあ、カメラ向かってどうぞ。ドリキンが NSX を乗るともう、ドリフトをしながらコーナーを曲がっていくっていうのがさすが土屋さんだなという走りを見せてもらったので大変楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売開店ならアヘッド。改造車買取専門店改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。